皆さん、ヤッホーリクチャンネルのロミです。今日は7月25日鬼滅の刃ディフォルメシールウェハース第7弾の発売日です。もう今まで1弾、2弾、3弾、4弾、5弾、6弾全部2箱ずつ買って、で大体全部リベンジやってきて、で今回もね、発売日当日朝早くイオンに行って2箱買ってきました。でまあね、今までで1回も2箱でコンプリートしたことはないんですけど、毎回言ってるんですけど、今回こそ2箱40個で全28種類コンプリートできるのか、もう全部一気に開封していきます。まずね、パッケージ、この2種類のパッケージになってます。こっちがね、もう本当にかっこいい遊郭園のね、みんなのね、パッケージで、こっちはね、柱9人いるので煉獄さんもいるんですよ、今回。え、これ無限列車もあんのかな。でも煉獄さんもいるからめちゃくちゃ楽しみです。で、さっき裏見てたら、その極みレア、滅以外にもこのね、重装レアっていうシールをめくったらもう1枚シールが出てくるみたいなね、やつもあるらしくて、多分ね、極みレアとこの重装レアっていうのが一番レアですね。星4つだから。ほら、重装レアはね、全部で4種類あるので、それ狙っていきます。よし、じゃあ早速開けてみますが、12個しか被れないから、まあいつも12個以上被っちゃうんですけど、まあしょうがない。で、今回のウェハースは、あ、ここはですね、ここはマジ好き。はい、1枚目、え、千次郎くんだ。え、嬉しい。めちゃくちゃ可愛い。はい、泣いてます。いいよね、新千次郎くんね。あ、後ろにね、いつもね、あのセリフが書いてあります。重装レアどういうのが気になる。4種類あるからさ、1枚くらい出るんじゃない、重装レア。じゃあ2個目、え、牛太郎出た。え、嬉しい。見て、これスーパーレアじゃない、牛太郎。あ、スーパーレアです。え、嬉しい。やっぱスーパーレアはね、いつも通りキラキラですね、牛太郎です。3個目、あ、つるちゃんだ。確かつるだったよね。ひなつるだ、ひなつる。ゆずいさんのね、奥さんですね。え、かわいい。これノーマルです。いきます、4個目。お、鬼舞辻無惨来ました。またいたんだね。なんかね、いつもいるよね。これは普通のレアかな。5個目。え、かわいい。ネズミじゃん、ネズミ、ムキムキネズミ。え、超かわいい。あのゆずいさんのね、なんかね、あのコブみたいなね、ムキムキ。え、いたんだね、超かわいい、ムキムキネズミ。せーの、はい。え、待って、え、極みレア出た。やばくない。はい、皆さん、まさかの極みレア滅出ちゃいました。しかも柱のやつ。え、嬉しい、煉獄さんいる。え、やば。え、見て、後ろ超かっこいい。9人の柱、滅って書いてある。ほら、星4個だよ。こんな早く出ると思わなかった。じゃあ2個、もう1枚も出るんじゃない。いきます、せーの、はい。あ、マキオー、かわいい。マキオーいいよね。あの泣き虫の子はね、なんだっけね、あ、スマだ、スマ。はい、スーパーレア、また善逸です。いやー、いいね、かっこいいね。この女装してる時もかっこいいよね。はい、善果です。いきます、はい。あ、あのあれだ、恋夏オイランだよね。恋夏オイランです。え、恋ってこの感じだったんだ。あの恋愛の方の恋だと思ってた。この2人もかわいいよね。なんか意外なキャラがいる今回。ムキムキネズミもそうだけど。せーの、はい。お父さんだ、あの炭治郎の。あ、炭治郎、え、炭治郎、炭治郎か、炭治郎。はい、じゃん。はい、炭治郎の女装してるやつね、すみこ。はい、かわいいんだけど、あれ嘘ついてる時の顔じゃん、超かわいい。いきます、じゃん。え、なにこれ、スーパーレア。え、超かわいいんだけど、これネタグモ山の時のさ、あの忍さんだよね。え、めちゃくちゃ可愛い。待って、まだ1枚も被ってないし、スーパーレアが出すぎてびっくりしてる。いきます、せーの、はい。え、何これ。あ、鋼塚さんです。これね、怒ってる時の鋼塚さんですね。可愛いね、怖っ怖っ。せーの、はい。あ、かなおちゃんだ。はい、かなおちゃん、これレアかな、普通の。めっちゃ可愛い、かなおちゃん。これコンプいけんじゃない。はい、いきます、せーの、はい。え、待って、これ何、スーパーレアのザキです。めちゃくちゃかっこいい。17番だから、そうだね、スーパーレアですね。まだ重装レアが1枚も出てないからね、出てほしい。はい、あ、スマです、スマ。あのうずいさんの奥さんね。え、かわいい、泣き虫の子ですね。次、じゃん。え、待って待って、皆さん、極みレアコンプしちゃった。やばっ、極みレア滅。え、一箱で見て、極みレア2枚出ちゃったんだけど。え、今回引きよくない、やば。
滅って書いてあって、若き大使たち炭治郎、禰豆子、善逸、之助、源也、かなおちゃん、6人いますね。めちゃくちゃ可愛いんだけど、え、嬉しい。あとはジューソーレア出てくれればもう満足。いきます。はい、え、猪子、猪子、はい、之助です。スーパーレアだねこれね、めちゃくちゃ可愛い。え、せーの、はい、炭治郎。え、待って、これさ、え、待って待って、ジューソーレアだこれ。マジか、やば、見てください、炭治郎です。サンバ、なんかね、分厚い感じすんの。じゃあちょっと開けてめくってみます。もったいないね、開けんの。でも今まで差し入れ開けてないからさ、まずこんな感じ、キラッキラなので、めくると、やばい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 、超かっこいいんだけど、見て。これネタバレ注意ですね、ネタバレ注意。これはいい、戻します。ちゃんとろみ、今回初めて重装レアがラインナップされたから、いいねこれ、開けるのもったいなかったけどね。うわ嬉しい、これさ他のも欲しいね。他にも禰豆子、天、あの、渦井さん、ダキの重装レアがあるので欲しい。20個目、じゃん、はい、禰豆子です。かわいい、ミニ禰豆子、ミニ禰豆子。今ね、一箱開け終わったんだけど、今のところ極みレア2枚、スーパーレア5枚で、重装レア1枚出てるの。今回引きやばくない？ほら初めてですね、こんな引きいいの。え、1枚も被ってないの。あ、今20種類だから、あと8、あと8種類でコンプリート。いきます、せーの、はい、カツかぶり、スーパーレアダキです。じゃん、はい、かぶり千次郎くん。あ、どんどん被ってくるよ、2箱目だから。はい、重装レアまた出た、うずいさんです。重装レアの、これさ、多分だけど重装レアワンボックス1枚だからコンプ無理かもしれない、あと2種類あるし。はい、じゃあこれもめくってみます。え、超かっこいい。で、めくると、どういうイラストだろう。じゃん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 、かっこいい。で、見て、シールの裏もキラキラ。え、超かっこいいんだけど、やば、めっちゃかっこいいです。これネタバレ注意だから、見たくない人は10秒くらい飛ばしてください。え、これはね、嬉しい、かっこよすぎる、重装レア、やば。はい、はい、ミニ禰豆子かぶり、はい、はい、かぶり、ひなつるだ、ひなつる。え、やばいやばいやばい、煉獄さんじゃない。いきます、はい、はい、かぶり、スーパーレアのイノコ。大丈夫大丈夫、あと何種類だから。いきます、はい、はい、かぶり、かなおちゃん、はい、かぶりです、巻き棒。はい、え、待って、見て、ワンボックスでイノスケ2枚出てきたんだけど、スーパーレア。はい、煉獄さんのお父さん、あれですね、新次郎さんだっけ、煉獄新次郎。え、泣いてるシーンじゃん、あの遊郭園の最初の方のさ。うわ、いいわこれ。せーの、はい、極みレアまた出た、かぶれだけど、え、やばくない、まさかの極みレア滅、また出ちゃいました。あと9個。いや、どうだろう。はい、え、またかぶり、今回ワンボックスでめっちゃかぶって、じゃあさっきさ一箱でかぶんなかったの奇跡じゃん。はい、ダキかぶりです。はい、はい、かぶり、すみこかぶりです。はい、かぶり、キムスジムさんかぶり。はい、あ、あぶ、はい、え、また極みレア滅。え、今回さ、え、嬉しいけどね、ちょっとびっくりしてるんだけど。いきます、はい、かぶり、鋼塚さん。皆さんもうね、コンプリートは不可能になっちゃいました、残念。重装レア2枚出てくれたんでもういいです。はい、はい、かぶり、全個、はい、はい、かぶりです。あ、これなんだっけ、スマです、スマ。はい、はい、恋夏花魁かぶり。皆さん、ラストです。ラストは何が出るんでしょうか。かぶらないでほしい、新しいの出てほしい。はい、あ、新しいのだ。え、炭治郎と禰豆子の子供の時のイラスト。え、かわいい、よかった、ラストは持ってないやつでした。じゃあ早速ちょっと並べて、あの、何種類出たかね、見てみます。はい、並べたんでね、今回出たやつが極みレア2種類で、スーパー、あ、重装レア2枚で、あとはね、普通のいろいろスーパーレアもめっちゃ出たし、いやー、あのね、本当にね、いっぱい出てくれたのはいいんだけど、コンプできると思ってたから、1箱目開けて、うわー、絶対コンプできると思ってコンプできなかったので、ちょっと残念です。で、今回ね、揃ったのが全部で23種類だ出たので、残り5種類だ。で、もしね、リベンジやってほしいっていう方いたら、ぜひコメント欄にどんどん書いてください。でね、今回かぶりもすごいから、かぶりも見てほしい。極みレア2枚じゃん。で、まあこれはノーマル、あのレアとか。で、スーパーレアがこんな出て、で、またスーパーレアこんな出て、
かぶりもかなりすごいので今回マジ引き良かったなと思います。かぶりもね、まあリベンジしてコンプリートしたいので皆さんぜひねコメント欄にリベンジのねリクエスト書いてください。いっぱいねリクエストがあったらねお父さんがまた買ってくるんでねぜひね書いてください。また鬼滅の刃のグッズ見たいよと思った方グッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。